手相には、三大線というのがあります。三大線、今日は主に三大線ですね、生命線、頭脳線、感情線、これ下側ね。で、頭脳線のことは知能線という人もいます。下からですね、生命線、頭脳線、感情線、そこに書いてありますね、3本ね。それと真ん中をこういうふうに上がってくるのが運命線、これが基本の4本、3大線プラス1です。なんでプラス1かというと、運命線がない方もいらっしゃいます。運命線が低い方もいらっしゃるので、3大線プラス1で、そこのご自分の手がね、右と左があったら、そこに後で書いておいていただければと思いますけど、これが生命線、頭脳線、内線、知能線で、感情線なんですけど、今日はその話をするつもりはなかったんですけど、その手の方がいたのでお話しますと、こういう生命線と感情線と、頭脳線が一本になった、こういう手ですね。手という字が書いてある手ですね。こういう方っていうのは、マスカケという特別な線です。マスカケ、この感情線と、頭脳線が一本化したものです。生命線プラス感情線と頭脳線が一本化した線、これはマスカケという特別な線です。大体ですね、全体で、片手だけだったら 7-8%、 両手ともという方になると 2-3% しかいない貴重な線です。珍しい線です。またそれについては後で解説します。今日はこの話はするつもりなかったんですけど、先ほどたまたまこの手の方がいらっしゃったんですね。ちょっと触れます。後でその方に見せていただければいいと思います。ちなみに李登輝さんがこれです。台湾の元総統ですね。李登輝さんがこれで、まあ李登輝先生マスカケですねって、もうフィリピンのマルコスさんもこうだったよとか言われて、はぁ、そういういい手です。はい、でこれはちょっと例外でほとんど少ないので、とりあえず置いといて、生命線、これが生命線だってことは多分多くの方がご存知ですよね。今ね、日本の中皆さん手相ブームですから、はい、では生命線ない人いないですよね。大丈夫ですね、生命線皆さんありますね。はい、では8ページにめくってください。生命線の定義とは、親指の付け根と人差し指の付け根の間から出発し、手首に向かって弧を描いて伸びる線ですね。親指の付け根と人差し指の付け根の間から出発し、ここから出発して手首に向かって弧を描いて、で手相の線というのは、手相の中の線というのは、出発と起点と終点があるんです。出発点と終点があるんです。起点と終点があるんですね。必ずどこからスタートしてどこまでゴールだよっていうのが、方向っていうのがあります。なのでちょっと自分でなぞるときも方向に逆らわないでなぞっていただきたいなと思います。なので生命線に関してはここからスタートですね。今のその文章で、親指と人差し指の間からっていうことなんで、ここが起点ですね。ここからスタートでこういうふうに下に伸びていくということです。わかりますね。はい。で、これを簡単に言うと、長い、短い。で、なぜ、どっちがスタートかというと、長い方が比較的長寿、長命なわけです。つまり、短いという、ここからスタートするから、絶対にここだけという人はないんですよ。こういうふうにここだけっていうのはありえないんですね。スタートと上からだから。でも逆に短い人っていうのはここだけってことはあるんですよ。こういうのはありえるんですよ。その違い、スタート地点っていうのが必ずありますので、手相の線にはスタート地点、ゴールの方だけあるよってことは、
あまりないです。3点なので生命線に関して言えばスタートはここなので、この長さによって長いか短いかで、長い人は長寿の方が多い、健康的な方が多い、ただし無茶しやすい。で逆に短い方はじゃあ短命なんですかって言われるとうってなってしまうんですけど、必ずしも短命とは言い切れません。無理をしないで細く長くふてぶてしく走るか、そういう方もいらっしゃいます。ただやはり体力がないので無茶をしない方がいいですね。で、長い人は逆に体力がありすぎることによって無茶をしてパタッということもあります。なのでただ比較的その目安にはなります。ただ短い人もう占い師やって困るのは、私生命線短いんですけど早く死んじゃうんですかとか聞かれるんですね。これはちょっとうんってなるんですけど、その傾向は強いですけれども、でも他の知能線がしっかりしてたり、知能線ですね、頭脳線がしっかりしてたり、他のことによって自分の弱いものをカバーしている方がいますので、必ずしも短いとは言い切れません。ただご本人はそこだけ見ると短いんじゃないかって気にしたりするんですけど、総合的に判断して、あ、大丈夫だなっていうことも多かったと思います。はい、次ですね、太さ。やっぱり線にもですね、細い線と太い線ですね、はい、長さがあれば太さもあります。これも同じで、太い線は体力があって健康、積極的です。で、細い線はどっちかというと虚弱ですね。でも自分いたわって書いて長生きするっていうね、細く長くタイプですね。はい、生命線がもうはっきりして長くて太い人は元気ですね。で、次ですね、カーブ。カーブというのはですね、
濃い人っていうのはどっちかというと生命力の強い人、薄い人っていうのはどっちかというと、まあ、そんなにこうたくましくない人。違うでしょ、みんな線の濃さも。薄い濃い全然違いますよね。なんかもうマジックで書いたんじゃないかっていうぐらいはっきりしてる人もいるし、多いっていうようなね、なんか三大線って言ってもどれが三大線なのか分かんないぐらい薄い人もいるし、本当に皆さん違うんですよ。あとですね、生命線の中にたまになんですけど二重線、こういう生命線に例えばこういうふうにスッと沿ってる人がいたりします。こういうの二重生命線って言うんですけど、そういう方います？あ、いますね、いますね。そういう方というのは基本的に生命線が2本ですから運の強い人です。特にこの重なってる期間、これ上から子供の時からだん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 こう年齢を重ねていくんですね。そうするとこの重なってる時にはすごく運の強い人です。こういう人は基本的に生命力2倍タイプですからね。殺しても死なないと言うんですよ。基本的には生命線で健康、体力、寿命、流れ、全体の流れを見ます。で、あの生命線が、生命線っていうのはここから0歳でこれだん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 年を重ねていくっていう感じですね。ここから起点ですから、口ゴールですから。で長ければ長いほど、まあ、例えばここ80歳とかな、こういうのの見方は流年法って言います。流年法で私は何歳で、こういうとこからこういうふうに伸びていったりすると、こういうの向上線といって、あの向上する、アップするですね。その時に何歳の時にいいことがありますね、向上しますねという見方をします。ですがこの向上、あの流年法というのはですね、こんな手のひら5センチとか7センチぐらいの生命線の中に、人生例えば80年としたら80歳で年齢を分けるというのはすごく難しい行為ですよね。すごく難しい。でしかもちっちゃい時の方が、あの開いていく、だん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 詰まっていくんですね。行動力が落ちていきます。なので本当に手相の専門家でもそのぴったりの年齢を当てるのは難しいです。なので私なんかは大体その時に四柱推命とか他の占いと併用して、で大体何歳ぐらいにこうあなたの運気が強いですねっていうのを見ながら両方で確認していきます。なので手相だけで何歳の時っていうのは、そういうの占いの本とかに見てますけど、実際にはかなり難しいと思います。だって5センチとか7センチの中に80センチ分あるわけですよ。じゃあ一目盛り1歳は何ミリなのって、1ミリないわけですよね。かなり厳しいと思います。ですから、まあ、半分よりも下だったら、上の方にいっぱいあれば子供の時いっぱいいいことあったので頑張ってる、下の方にあればこれからいいことあるよとか、そういう見方もするといいかなと私はそう思っています。手相で留年までは見ないんです、でも見たいっていう方はそれはちょっと基本はこういう意味なので、それはそういう書いてある本をご覧になってみたらいいかなと思いますけど、実際に私研究したけど難しいですね。ということで、まあ、これで大体年齢見るんですけど、だから二重生命線があるというのは全部沿ってるわけではなくて、一部だけ沿ってるのがほとんどなので、その間はすごくパワーあるよねとか強いよねということが多いかと思います。